パイジの冒頭部分、ヘシキオスの辞典。アレクサンドリアのヘシキオスは、5世紀、または6世紀頃のギリシアの文法学者、辞典編纂者である。おそらく過去の辞典編纂者の著作を吸収することにより、ギリシア語の珍しい語彙を含む、最も豊かな辞典を編纂した。あらゆる単語のアルファベット順のコレクションというタイトルの著書には、5万を超えるエントリー。 珍しい単語、語形、聖句の豊富なリスト、それらの意味の説明、及び多くの場合、それらの単語を使用した著者あるいは単語が使われていた地域への参照が含まれている。それゆえ、この書は古代ギリシア語の方言の研究や古典文学の復元全般、とりわけ珍しい単語を多用した詩人、アイスキュロスやテオクリトスの著作の復元において大いに価値がある。 ヘシュキオスの多くの形容詞や聖句の説明は古代人の宗教や社会生活に関する多くの重要な事実もまた明らかにしてくれる。序文の中でヘシュキオスは彼の合意はディオゲニアーヌスに基づいているがサモトラ家のアリスタルコス、アピオン、ヘリオドロス、アメリアスなどの同様の著作も用いていると述べている。ヘシュキオスはおそらくキリスト教徒ではなく ナジアンゾスのグレゴリオースと他のキリスト教徒の作家の著作からの単語の説明は後から書き入れられたものである。語彙目録はベネツィアのサン・マルコ図書館に保存されている15世紀の原型が非常に損なわれた一つの写本で存続している。最も優れた版はモーリッツ・シュミットによるものだが1514年にベネツィアでマルコス・ムスロスが アルドゥス・マヌティウスの印刷所で最初に印刷して以来、この原稿の完全な比較版は刊行されていない。現代版はコッペンハーゲンのデンマーク王立美術院の公園の元で刊行され、クルトラッテによって開始され、ピーター・アラン・フンセンとイアン・シー・カニンガムによって完成した。ありがとうございます。